第76回菊花賞、今年は戦国菊花賞です。立ち上がっているスティーグリッツ、大きく出遅れた。スティーグリッツ大きく出遅れた。これは大きなビハインドになってしまいました。夏の上がり馬、さあコーナーまではわずかです。リアファル、そしてスピリッツによるこの離島のやはり激しい先行争い、消耗戦になるのか。リアファルとスピリッツミノルが行った、飛ばしました、飛ばしました。この2頭が後続を3馬身ほどリードをつけて飛ばしていきましたが、さあここで先頭に立っているのはスピリッツミノルです。スピリッツミノル、坂井学が行きました。2馬身のリード、リアファルは2番手に控えました。3番手にミゼーリアンが続いています。内の方からレッドソルモンです。さあその後ろ緑の帽子、オットリアルスティール、そして内に白い帽子サトノラーゼン。最後の一冠をかける2頭は同じようなポジションで7番手から8番手あたりです。正面スタンド前です。このちょうど中段あたりに緑の帽子11番のリアルスティール、そして内から2番のサトノラーゼンが続きました。その後ろからは9番のアルバートドック、真ん中にタンタアレグリアが続いています。方向にかけてご覧のような展開です。さあほんのりと菊香るゴール板を通過して各馬力がみなぎります。18頭先頭に立ったのはスピリッツミノルです。1馬身のリードを取りました。2番手にリアファルが続いている。その後ろ3番手にミュゼーリアンです。がっちりと手綱を抑えてレッドソロモン、そして中段依然としてリアルスティール、そしてこの圏内にサトノラーゼンもいます。さあ菊への思いを新たに、菊への思いを馳せて各馬が2コーナーに入っていきました。スピリッツミノル、ここで落として先頭1馬身のリード。リアファル、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。クリストフルメール、そして外からいった、広い星アルバートドッグ、藤岡浩太、そしてミュゼーリアンも上がっていく。横山範弘が先頭に立つ。そして真ん中からは高野エスプレスと、この辺りは出入りが激しくなりました。さあ中段グループ見ていきましょう。緑の帽子、最後の一冠は絶対に渡せないリアルスティール、ちょっとかかっている。外からアルバートドッグも行く。その後ろです、4番の北島三郎さんの夢のせて、内から4番の北三ブラック、真ん中にレッドソロモンがいて、外の方からタンタアレグリアです。その後ろに5番ベルーフがいました。外からマスタビエルがいる。マサハヤドリーム、内から2番の最後の一冠を絶対につかみたいサトノラーゼン、内々を通っています。真ん中純翼、おっとちょっとブライトエンブレム下がった。さらには12番のワンダーツレッタ、後方から上がっていくのがスティーグリッツ。大きな出遅れをここでものともせずに乗り越えるのか、ニコラソン最後方。さあ各馬が 3,4 コーナー中間、坂の下りにかかっている。リアルスティールは真ん中で足を溜めている。外からマスタービエル、さあ外から一気に上がってくるぞワンダーツレッタ。さあ直線ばらけた、低いと迫る最後の直線です。ミュゼーリアンが先頭だ。ミュゼーリアン、最内をつく北三ブラック、最内から北三ブラック、サブちゃんの夢を乗せて北三ブラック、そして真ん中からはリアファル、リアファルがここで先頭に立つ。北三ブラック、北三ブラック、そして外からは一気にタンタアレグリア、真ん中からリアルスティール、真ん中からリアルスティール、内から北三ブラックだ。祭りだ、挙動祭りだ、北三祭りだ。北三ブラックかリアルスティールか、北三ブラックかリアルスティールか、北島三郎の夢が届いたか。外から最後の一冠リアルスティールか。これは接戦。